どうも、石川です。はい、これより登録販売者、過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、中国ブロックの鳥取、島根、山口、広島、岡山の2020年度、問い71から問い80までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問い、71番のところからです。はい、ここも引き続きですね、第3章のところです。成分名結構いろいろ出てきております。ただ、他の都道府県に比べれば、まだまだ漢方薬の出題がですね、そんなに多くはないんですけど、でも、これからですね、どんどん出題がね、毎年増えてくると思いますので、ぜひぜひ皆さん、生薬漢方頑張ってやっていきましょうね。はい、それでは問い71番、口腔咽頭薬及びうがい薬、眼相薬に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A は正解、B、リゾチーム塩酸塩が配合された口腔咽頭薬や眼相薬は、ケーラーアレルギーの起用歴がある人でも使用できるよう、いや、ダメです。そうですよね。リゾチームは、これ、鶏卵からですね、これ作られていくんですよね。だから、鶏卵にアレルギーを持っている人はですね、ショック症状出ちゃったりとかっていうことがありますから、なので、使用を避けなければなりませんので、B は誤りです。ちなみに牛乳アレルギーは大丈夫でしょうか？牛乳アレルギーときた！そうですよね。タンニン酸、違いますよね。アルブミンですよね。タンニン酸。アルブミンになりますので、タンニン酸ベルベリンと間違えないようにね、気をつけていきましょうね。はい、ということで、ちょっと脱線しちゃいましたけど、こちら B はですね、使用できませんので、避けてくださいね。ということで、誤りです。そして C は正解、それから D なんですけど、要素はレモン汁やお茶などに含まれるビタミン C と反応すると、脱色を生じるが、殺菌作用は失われないよとあるんですけど、いや、これ失われちゃいます。脱色もしますし、失われます。ぜひぜひちょっと家でなんかこう、やってみてください。ね、これ結構面白いのでね。はい。ということで、こちら B は、失われちゃいますので、誤りです。はい。ということで、5番が正解でした。では次行きましょう。問い72番です。吐き気及び嘔吐に関する以下の記述について、括弧内に流液軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、ということで、まず大丈夫でしょうか？吐き気や嘔吐は、どこにある、嘔吐中枢ということでは、延髄です。延髄は大丈夫でしょうか？これ第2章のところで、出てきますよね。延髄というのは、ここ、首のちょっと上のあたり、このあたりですね。この、大丈夫か？このあたりにね、ありますので、なので、この延髄なんとかとかって、延髄切りとかあるじゃないですか。そうですよ。大丈夫かな ?YouTube ね。はい。ということで、そういった、罠とかもありますぐらい、あるぐらいですね、延髄というところ、ここ、まず場所はですね、しっかりと覚えておいていただければと思うんですけど、はい。そして、あとはですね、副交感神経とかね、あとは内耳のところ、大丈夫ですか？外耳、中耳、内耳とかありますので、耳のところのね、復習にもつながりますから、もう一度、確認しておいていただきたいと思います。はい。ということで、問い72は2番が正解となりました。では次行きましょう。問い73番です。胃の薬の配合成分とその配合目的に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは3番が正解となります。はい。まず A なんですけど、ピレンゼピンって何だったっけなというところでは、はい。こちら前をホワイトボード見てください。ピレンゼピンというのは、抗コリン成分でした。そうなんですよ。ロートエキスとかも出てきましたよね。そうなんですよ。抗コリン成分として、胃液の分泌を抑制していく働きがありましたよね。なので、ここの分野のところで登場してきておりました。はい。ということで、商法とは関係ありませんので、A は誤り。それから、B と C は正解。それから D なんですけど、ジメチルポリシロキ酸、ジメチコンと呼ばれるものなんですけど、はい。ジメチコンというのは、こちらは、商法成分です。なので、消耗作用がありますから、抗炎症ではありません。はい。ということで D は誤りですね。はい。なので答えは3番が正解でした。大丈夫でしょうか？では次行きましょう。問い74番です。以下の症状のうち、抗コリン作用による副作用に含まれないものはどれでしょうかということで、はい。こちら含まれないのは1番が含まれておりません。胃酸型ということで、胃酸がたくさん出てしまうよというところが含まれていきませんので、このあたりのところですね。気をつけていきましょう。何かというと、抗コリン作用っていうのは、副交感神経を抑えて、結果的に交感神経が優位になってきますから、交感神経が優位になってくると、これ、胃液の分泌、そうですね、胃は動かない方向に進んでいきますから、胃酸は出ない方向に進んでいきますので、胃酸がたくさん出るよというところが誤りになってきますね。はい、ということで、他のところもですね、こちら交感神経が優位になった時はどうなのかなというところですね、ぜひ思い浮かべていただくと、これも第2章の、自律神経系の交感神経、副交感神経の各臓器による、拮抗二重支配のところがありましたね。そこのところで、ぜひもう一度復習してみてください。はい、ということで問い74番、1番が含まれないものとなりました。はい、では次行きましょう。問い75番です。腸の薬に関する記述のうち、誤っているものはどれかということで、はい、誤っているのはこちらも1番が誤っております。はい、腸内容物の浸透圧を高めることで、糞便中の水分量を増し、また大腸を刺激して、排便を促すことを目的として、ロペラミド塩酸塩が配合されているよというところなんですけど、違いますよね。何かというと、ロペラミド塩酸塩というのは、はい、前のホワイトボードをご覧ください。死者成分の中で、腸管運動を抑制していく働き、腸管運動を低下とかね、抑制していくような働きがありました。はい。なので、こちら浸透圧を高めることを目的としていくようなものに関してはですね、そして大腸を刺激していくね、大腸を刺激していくので、逆にこれは下剤ですよね。はい。なので、このような内容としては、例えば無機塩類とかありますよね。酸化マグネシウムとか水酸化マグネシウムとか、そういったやつですね。それらのものが該当してきますので、ロペラミドはですね、腸の運動を抑制していくんだなというところ、低下していくんだなというところですね、しっかりとつなげといてあげてください。はい。ということで、1番は誤りとなりました。はい。ということで、次行きましょう。問い76番です。遮下薬の配合成分に関する以下の記述について、括弧内にいるべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは3番が正解となります。はい。ということで、こちら、肥満臭、大丈夫でしょうか？肥満臭と言ったら、そうですよね。小腸刺激性でした。それ以外は大腸でしたね。唯一小腸を刺激していくのは肥満臭だったんですけど、大腸はそれ以外のものとなりますから、ここを間違いないようにしていきましょう。さらに、肥満臭ときたら、ね、作用がめちゃくちゃ強い。だから、急速なというところになりますし、そして、3歳未満はダメだよというのがありましたよね。このあたりの年齢制限もちゃんと皆さん大丈夫でしょうか？3歳未満ダメだよと来たらもう暇しゆですね。そのあたり、もうこれも反射的にボンボンとね、答えられるようにしといてあげてください。はい。ということで、問い76は3番となりました。では次行きましょう。問い77番です。胃腸鎮痛鎮痙薬の鎮痙成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは1番が正解となります。A、B 正解。それから C なんですけど、ジサイクロミンはですね、目とヘモグロビン血症を起こす恐れがあるため、6歳未満の小児の使用は避ける必要があるよーとあるんですけど、6歳未満の小児に使用を避けると出ているようなもの、そして目とヘモグロビン血症を起こす恐れがあるためとなっているもの、目とヘモグロビン血症ってヘモグロビンありますよね、赤血球中のヘモグロビン。そのヘモグロビンが変なヘモグロビンになっちゃうんですよ。目とヘモグロビンってね、よくわかんないヘモグロビンになっちゃうので、なので、通常のヘモグロビンの働き、酸素を運搬する能力がなくなっちゃう。だからヘモグロビンがぐれると思ってください。なので、だから、酸素ね、いつも運んでたヘモグロビンがですね、ぐれるんですよ。ぐれて、急に、なんか酸素運びたくなくなっちゃうよみたいなね。もう、ふざけんなみたいなね、感じになっちゃうんですよ。で、そんな感じで、ヘモグロビンを運搬できなく、酸素を運搬できなくなってしまいますので、脳に酸素が、運ばれなくなってしまって、貧血のような症状が出てきてしまうというところが、この目とヘモグロビン血症というものになりますので、なので、そんなところになるのは、これですね。アミノ安息抗酸エチルでした。アミノ安息抗酸エチル、ちなみに局所麻酔成分となりますので、こちら、6歳未満ダメだよってできたら、これもですね、反射的にアミノ安息抗酸エチルとね、答えられるようにしていきってくださいね。はい。で、ちなみに、ジサイクロミン書いてみました。こちらは抗コリン成分となりますので、これもですね、ちょっと忘れやすいです。だから、しっかりと、あ、これ抗コリン成分だったんだな、というところをつなげといてあげてください。はい。ということで、こちらですね、C は誤り。それから D なんですけど、霊陽核は、鎮痛、鎮痙作用を期待して、配合されますよとあるんですけど、違います。霊陽核というのは、前のホワイトボードをご覧ください。緊張や興奮を鎮める目的で使っていく生薬になりました。はい。で、鎮痛、鎮痙作用を目的なのは、こちら、援護策とか、芍薬とか、そのあたりのところになりますので、ここ、しっかりとですね、抑えられるようにしといてあげてくださいね。もう一度ね、復習していきましょう。はい。ということで、D は誤り。なので、答えは1番が正解となりました。はい。では、次行きましょう。問い78番です。駆虫薬及びその配合成分に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは5番が正解となります。A は、駆虫薬は一度に多く服用すると、駆虫効果が高まるが、ね、副作用が現れやすくなるよとあるんですけど、これ駆虫効果が高まるわけではありません。それに副作用も強く出ちゃう可能性もありますから、A はね、誤りとなります。そして B は正解し、海人さんは蟯虫の呼吸や栄養分の代謝を抑え、虫体を排便とともに排出させることを目的として用いられますよとあるんですけど、はい、こちらはですね、海人さんは違いますよね。そうですよね。これ、海人さんは、これは海中に使っていきますよね。そうですよね。なので、こちら、蟯虫のところに使っていくものとしては、これはピペラジンですよね。ピペラジンとなりますから、これ。大丈夫でしょうか？ピペラジンね、間違えないようにしておいてください。なので、海中は、海人さんは海中の方ですし、それから、蟯虫はピペラジンの方になりますから、ここ間違えないようにしておきましょう。はい。なので C は誤り。それから D なんですけど、駆虫薬は、駆虫成分の排出を促すため、芍薬が併用されることがあり、ヒマシューが用いられるよとあるんですけど、これヒマシューはですね、これ混ざり合ってしまって、吸収を強く促してしまう可能性もありますので、なので、こちら併用は基本ダメですので、D は誤りとなります。はい。ということで、問い78は5番が正解となりました。はい。大丈夫でしょうか？もうちょっとですね、行きましょう。問い79番です。強心作用を期待して用いられる生薬成分に関する以下の記述について、括弧内に入れるべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。はい、まずは動物性生薬大丈夫でしょうか？牛か鹿か、それからカエルかのところですね。それぞれのところですね。まずはこれ動物性生薬よく出てきますので、ここね、しっかりと復習してあげてください。はい、ということで、じゃあ次行きましょうね。はい、では次、最後ですね、問い80番です。コレステロール及び高コレステロール改善薬に関する記述のうち正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A、大豆油不添加物には、低密度リポタンパク質などの以下排泄を促進し、リポタンパクリパーゼ活性を高めて、高密度リポタンパク質産生を高める作用がありますよ。もうなんか、カタカナがいっぱいあって、もう何が何だかわかんなくなっちゃいますよね。はい。まず、大豆油不添加物、ソイステロールなんですけど、ちょっと前に書いてみました。ソイステロールというのは、これ、腸管からの吸収、コレステロールを腸管からの吸収を抑制していく、働きがありましたので、なので今回ここですね、ごめんなさいね。LDL の、以下排出を促進したりとか、リポタンパクリパーゼの活性を高めるとか、それから HDL 産生を高めるとかっていう働きがあるのは、これは、パンテチンですね。パンテンになってるな。これ、ごめんなさいね。パンテチンですね。パンテチン。はい。ということで、パンテジンの記述になりますから、ここですね、しっかりと、見極めができるように気をつけてあげてください。はい。それからですね、B と C は正解。それから D なんですけど、高コレステロール改善薬は生活習慣病の予防につながるものであり、そうですね。それから、ウエスト周囲系を減少させるなどの増進効果を目的とする医薬品ですよ、というところなんですけど、生活習慣病はですね、やっぱり食事とか運動でね、なるべくお薬に頼らないでいただきたいなと思いますし、それから、増進効果を目的とするものじゃないですよね。そうですよね。はい。だから、こちら D は誤りとなります。はい。ということで、答えは4番が正解となりました。はい。ということで、ここまで大丈夫だったでしょうか？特に第3章前半戦となりましたので、ここのところですね、まずは、間違えたところですね、基本となるところ、問題も多いので、ぜひぜひですね、何度も出てくるような問題多くありますから、できなかったところしっかりと復習できるようにしといてあげてください。はい。ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ LINE などに登録していただきますと、質問など、あと、いろんな情報も配信しておりますので、不定期にですね、やっておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい。それでは本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。